今日ちょっと異色というか、はい、どういうジャンルなんですか？私は大まかに言えば生態学ですね。動物がどういうふうに環境に適応して生きているのかっていうところを研究する分野なんですけども、ビジネスパーソンにもその役立つケースがあると思います。生態学の面白いところはですね、物理と違って理屈じゃないですね。北極グマが今どんどん氷がなくなってきてアザラシを取れなくなってる、でどんどん痩せている。温暖化って今本当に地球上で大きな問題になってきて、はい、北極っていうのは氷がどん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 減っていて、ただ南極っていうとちょっと状況が違って、うんうん、私と研究しているペンギンはアデリーペンギンっていう種類で、この年に残したペンギン親あたりの子供の数っていうのは今までないぐらい多くて、温暖化っていうと全て悪影響を及ぼす、実際違うのは真逆なんですよ。温暖化っていうとハッピーだと。我々こう生物学者じゃない人が学ぶことってどんな意味があるんですかね。まったり深掘り。この番組はですね、いろんな大学教授の方にやってる研究とか教育の内容を聞くと、はい、各ジャンルの天才にお越しいただいてるんですけれども、天才かどうか分かんないですけど、はい、今日ちょっと異色というか、はい、普段経済学とか政治学とか、うん、まあ、そこら辺の方が多いんですけど、今日はペンギン研究家の渡辺由紀さんにお越しいただきました。とっても光栄です。ただ私ペンギンといえば、まあ動物研究家って感じで、まあペンギンもその研究の一部なんですけども、海洋動物を研究家って言ってできるともっと嬉しいです。海洋動物ですね。はい、そうなんです。まあ、いろんな呼び方ありますけど、はい、普段は経済学政治学が多かったんですけど、一回物理学もやったりして、はい、で理系の学問もビジネスパーソン学んだ方がいいんじゃないかなっていう中で、物理やったから次生物学とか親しみやすそうだなみたいな、うん、まだ数式出てこなそうだなみたいな、まあ、で本当は出てくるんですよね。出てくる時もあるし出てこない時もあります。そうですよね。で、はい、まあ、その中でいろいろお話聞きたい方探ってた中で、渡辺さん、このペンギンとサメといろいろ海の生き物、はい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 、やってる中でこのペンギン図鑑が可愛くて、これなるほど、そこから入ったんです。なるほど、ペンギンのドキュメンタリー好きなんですよ。はい、というわけで、ペンギンを見ることでどうビジネスパーソンのですね、普段のこう生活が豊かになるかも含めてですね、はい、豊かになりますよね。なると信じたいですね。今パッとしてそう言われてちょっと困っちゃうんですけどもまあ私は普段考えたら、まあ割と純粋的な生物学なんで、はい、でもそこからもう、まあ、もちろん発生するものがあると思いますから、なんとかね、その示唆を与えられるといいですけども、はい、まあ、教諭としてもお話聞いていきたいと思います。はい、まず簡単にですね、渡辺先生の自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、私は渡辺由紀と申しまして、総合研究大学院大学の統合進化科学研究センターっていうところに所属している人間です。場所はですね、神奈川県の葉山町にありまして、葉山の山の上にある研究施設です。めっちゃいいとこですよね、三浦半島の。あ、そうですよ。もう目の前が相模湾の海で富士山が見えて、うん、海も近く山も近くで、すごいいいとこです。いいですよね。はい、ちょっとさっき軽く雑談で裏で話したんですけど、伝説の生物学の伝説の長谷川真理子さんが学長やったところですよね。あ、そうです、長谷川真理子元前学長ですね。前学長が、まあ、退官された後に私が入ってきたので、うん、直接的な関わりは、まあ、少ししかなかったんですけども、まあ、長谷川真理子元学長が残されたすごい立派な両袖の机がありまして、うん、それ誰も使わないっていうか、ああちょっと僕使わせてもらいますみたいな感じで、うん、その机を僕の部屋に持ち込んで、だから長谷川真理子スピリッツを日々感じながらスピリッツを、はい、研究を進めております。そうなんですよね。ビジネスパーソンにとってなんで生物学を学ぶのが面白そうだなとか有意義かなと思った時に、やっぱりその大学時代に僕長谷川さんの授業とかゼミみたいなの取ってて、長谷川さんは進化生物学とか、まあ、動物行動学みたいな、はい、ジャンルであって、はい、まあ、その社会性のある動物を調べたりとか、はい、あるいはこうなぜ生物が子殺しっていうんですか、はい、家族を殺すのかとか、そうです、そうです、はい、まあ、遺伝的な感じから見たこう利他行動とか利己行動って何かとか、はい、結構なんか経済学とかビジネスパーソンとか人間の
行動の根本につながるような研究だった気がしたんですよ。そうですね、まあ、いわゆる意思決定というか、こういう時にこういう判断をするのが最適であるみたいな、そういう考え方ってビジネスパーソンにも、それからそのまま動物の行動にも直接当てはまるケースが結構あるんで、うん、どういう現象が来た時にどう対応するのがいいかっていうのは、うん、その環境適応というか、そういうのはビジネスパーソンにもそのまま役立つケースがあると思います。ね、そういう意味で言うとちょっと近しいかなと思います。で、はい、渡辺さんの研究はその、まあ、生物学でも広いと、はい、まあ、今いろいろ分子生物学みたいなのもあったり、こういろんなものが数学的なのもある。どういうジャンルなんですか？私は大まかに言えば生態学ですね。うん、生態学、はい、だから動物がどういうふうに環境に適応して生きているのかっていうところを研究する分野なんですけども、まあ、生態でもいろんな研究方法があって、はい、まあ、古典的にはもう観察して、動物が何をしているとか観察して双眼鏡で見たりとか、うん、それから家族、鳥がね、ヒナが今年何羽生まれたかとかをカウントしたり、そういろんな手法があるんですけど、私はその中でもどっちかというと手法に特化しているタイプで、うん、我々バイオロギングって呼んでるんですけども、なんか聞いたことあります、つけるやつですか、なんか。ありがとうございます、その通りです。そうですよね、はい、はいはいはい、ちょっと教えていただいて、はい、うん、バイオロギングってまあ我々作った言葉で、バイオっていうのは生物っていう意味で、ロギングは記録するっていう意味なんですけども、要するに動物の体に小さな記録計を取り付けて、それでしばらく自由に行動させて、でそこから得たデータを解析すれば、動物がいつどこでどんな行動をしていたかっていうのが客観的なデータとして得られるっていう、そういう手法です。そういう手法がここ、まあ10年ぐらいですかね、一気にやっぱり小型デバイスの技術が一気に進歩して、うんうん、いろんなスマートフォンに今細かいセンサーがいっぱい入ってますよね、はい、GPS が入ってたり、加速度センサーが入ったり、コンパスが入ったり、それからもちろん一番大事なのはカメラが入ってる、ああいった小型デバイスの技術を生かして、それを動物の生態研究に役立てようっていうのが我々のしているバイオロギングという研究手法になります。よくその、まあ、よくっていうか、僕がちょっと生物マニアなんで、 僕の中でよくっていうだけですけど、はい、そのペンギンとか鳥とかにつけてるのもいいんですけど、最近なんか X で、はい、猫につけてるのもいいんですけど、あれもですか？あ、そうですね、はい、野良猫につけて、要するに動物何でもありなんですよ、はい、動物何でもありで、猫だったら本当に首輪に例えば GPS をつけて、で猫だったら結構簡単にデータが手に入るんで、それをそれこそ今流行るのビッグデータですよね、大量にデータ集めれば、猫にどんな社会性があるのとか、どれぐらい縄張りがあるのとか、そういった今までなんとなくこうじゃないかなって思ってることに対して、すごく客観的なデータが得られるようになってきて、それがこの研究のですね、かなりイノベーションというか大きな変化になってますですよね。やっぱなんか生物の話、僕生物部だったんで、あ、そうです、ちょっと楽しくなってきて、はい、マニアックな方に行きがちなんですけど、はい、ちょっと一回広げますね、はい、あ、そうそう、だから猫はあれですよね、すごい映像が撮れるやつですよね、シャンシャンシャンみたいな、そうですね、はいはい、ですごい映像と、あと、まあ、GPS っていろんな行動パターンとかですね、あいつんちも行ってんのかみたいな、そうそうそう、うちだけだと思ってたのに、そうそうそう、あいつんちと飯食ってたのかっていうやつですね、そういうのが、うん、そういう研究が猫だけじゃなくて、うん、いろんな、まあ、例えば分かりやすいのは鹿とか熊とか、うん、あともっと分かりやすいのは、例えば渡り鳥の、地球の果てから果てまで渡る渡り鳥とか、それからもっと深海に潜るサメとかアザラシとかクジラとか、うん、そういったいろんな動物にそういう機械がつけられるようになってきて、うん、でその動物がどうやってどんな風な行動してるかっていうのは、かなりこう地球スケール、グローバルスケールで分かるようになってきたっていうのは現在の状況です。その僕もちょっとマニアックで狭いところ行っちゃうと、もう一回ちょっとキュッと戻して、生態学ってもうちょっとどんな学問か、はい、広く知りたくて、観察したりして動物がどういう行動してるのかっていう学問、はい、だっておっしゃったんですけど、もうちょっと教えてもらっていいですか？なんだ、進化論とは違う、それも関わります。生態学って基本的には生物がどうやって、まあ、生きてるのか、どうや、はい、ね、生きているって言ってもいろいろあるんですけども、一番大事なのはどうやってその命のたすきを次につないで、次世代の命を育てて、でどうやって生き延びているか、で生き延びるためにはまず環境に適応しないといけない、はい、自然は特に野生動物はもう食うや食わずの厳しい環境にいて、それからですね、気温も寒かったり暑かったり、雨も降ったり降らなかったり、それから大事な天敵ですよ、天敵、ちょっとなんか油断すれば天敵に襲われるような、そういう危ないような状況にあったり、そのさまざま危険がいっぱいある中で、どうやって
そもそも命をつないでいるのかっていうのを研究するのが、生態学です。そのやっぱ戦略みたいのすごいビジネスパーソンが僕文系から見て面白いなと思って、あ違ったごめんなさい、生態学ってあれですか、ローレンツとかのやつですか。あそうですね、ローレンツはあの動物行動学ですね。それでの、はい、ノーベル賞を受賞した。生態学って枠があるとしたら、その中に、ま、例えば行動学とか、それから何があるかな、それからあの個体数の変動とか、それから、個々の種の進化っていうのも大きく関わっていて、もちろん、ね、その環境に適応するためには、ね、いろんな進化をしてきたわけだから、例えば寒いところにいる動物は寒さに対抗するために、まあ、ふわふわの毛を持ってるとか、アザラシだったら冷たい水に潜るために分厚い脂肪を持ってるか、そういうのは進化と生態っていうのはもうめちゃくちゃこう関わっているわけで、それの大きな関わり、それでどうやって生物が命をつなぎながら進化を重ねてきて、さらに現在の例えば地球環境変動が起こっている中で、さらに将来どこへ行くのかみたいな、そういうことをまあ大きく把握する。だから生態学の面白いところはですね、物理と違ってなんかこう理屈じゃないんですね。 A から B、 B から C だから A が C だろっていうふうに言えなくって、もっとほんわかしたなかなかつかみにくいデータとしたらすごいノイズの多いようなデータで、例えば物理法則でこうなったらこうなるって言えないんですよ。動物の行動って、例えばあのその辺にいるカラスが次どこに移動するとか、そんな誰も分かんないし、偶然にも左右されるし、その時の気分にも左右されるし、そういったあの一見データを取ってもそういうバリエーションが大きくてばらつきが多いんですよね。でもそういうのをデータをたくさん集めると、やっぱりカラスはこういう時にはこういう行動しがちだかとか、それにはどういう進化の意味があるとか、そういうことはなんとなく見えてきて、そういう大まかなパターンが、つかみづらいところから何かしらのパターンを見つけ出して、それでそれを組み合わせて動物がこの環境の中でどういう生活をしてくるっていうことを、まあ見つけ出していくのが生態学と言えるかもしれないです。いやめっちゃ面白そうですよね。でただただですよ、まあ、例えばさっきの話で言ったローレンツとかだと、僕読んだ攻撃っていう、まあ、今ちょっと間違ってる説ありますけど、まあ、攻撃っていうのが、なんでこう僕安全保障専攻だったんで、はい、まあ、その突き詰めていくうちに、あじゃあ動物としての攻撃って何なんだろうなって、はい、人間との関わりでやっぱ読んだんですよ。とかあと、まあなんだろうな、 レミングがなぜ自殺するのかとか、まあそれちょっと人間とのこう直接は本当は関わりないんですけど、ちょっとこう類推みたいな感じで読むのは確かになんか面白かったりするんですけど、はい、ペンギンってまあ、攻撃とか言うと分かるし、まあ、レミングの自殺とか猿の子殺しとか、まあ、それはちょっと人間社会を比較するでちょっと興味持てると、ペンギンってまたなんでまたペンギンなんですか。そうですね、ペンギンはペンギンってみたいなのがあるじゃないですか。人間と何も関係ないですね。ですよね、はい、関係ないです。一番むしろペンギンを研究する理由っていうのは、むしろ人間活動から最も離れたところにいる動物だから、はい、だから人間の活動とは切り離して、はい、例えば今一番問題になっているのは地球環境変動、まあ、あの温暖化の問題があって、はい、あとはで動物にとっては都市化の影響っていうのがあって、動物の住処がどんどん失われていると、そういったさまざまな要因が、いろんな要因が動物の生態を変えているわけですけども、ペンギンを見てみると、ペンギンっていうのは人間の、生活からかけ離れたところにいて、都市化の影響を全く受けてない、人間の直接的な例えば狩猟されたりっていうことも、まあ、ない、っていうことは、例えばペンギンだけを見ればその気候変動の影響だけを切り出して純粋な形で見ることができると、そういう意味ではペンギンは重要な生き物と言えますね。人間社会から遠すぎるから、はい、純粋な影響が、そうです、得られるんじゃないか、はい、そうか、渡辺さんあれなんですよね、今は創建大ですけど、はい、長らく国立極地研究所にいて南極とか北極にいたんですよね。そうです。どっち行ったんですか、南極ですか。両方行きました。計どんくらい行ったんですか、南極。計ですね、日本の基地には3回行きましたね、あと外国の基地には南極基地、日本の南極基地に3回行って、うん、1回半年でしたっけ。1回まあ4ヶ月ぐらいですね。なんか行ったら帰ってこれないですよね。そう、行ったら帰ってこれないから、もう船とずっと一緒っていう感じの、はい、その4ヶ月の、往復旅行を3回しました私は、はい。
南極とか北極にだから1年2年ぐらい行ってたと外国も入れて、あの全て足すとそういうことになります。はい、いやだ、まあ、南極の生活頭おかしい、どうやって生活するんですか。あのですね、南極の生活はあの最初期待、最初想像するのは、あ、すごい綺麗なオーロラが見えて、はい、綺麗なあの氷山が浮かんでペンギンがいっぱいいるみたいな、はいはい、そういう自然の大自然の中を想像して、はい、行ってみるとはっきりそれはその通り、確かに自然も素晴らしいんですよ、うん、それよりも強烈なのが人のとの共同生活ですね、はい、狭い共同生活をずっと続けるから、はい、そっちの方が印象に残りますね。例えば私初めて南極に行った時には、はい、同じ名字です、高橋さんっていう方が、私はまあ先輩にあたる方がおられて、はい、その方と2人だったんですよね。でペンギンの調査で行ったんですけど、うん、船片道1ヶ月、向こうで2ヶ月、うん、で帰りも1ヶ月なんですよね、うん、でその片道1ヶ月の間、その高橋さんと2人部屋で過ごして、で向こうに着いて1ヶ月船で2人部屋なんですか。で向こうに着いてもこうテントみたいなところです。でテントっていうか、もうちょっと構造のしっかりした小屋なんですけど、昭和基地ですか。昭和基地から、数十キロ離れた、はい、あのペンギンが巣を作ってる場所があって、その岩場が張り出しているところにちっちゃな小屋があって、そこで1ヶ月40日間ぐらいテント生活や、それあの野外生活をキャンプ生活をするんですけども、はあ、そこでも要するに寝ても起きても高橋さんと2人っきりで、彼にもまたあの丁寧なことに高橋さんと2人っきりの選出で、あの別にあの高橋さんと別に、ね、あの喧嘩したとかそんなことはない、全くないんですけど、僕はすごいあのできた人なんで、うん、全くないんですけど、うん、だんだんなんかこう話すことがなくなってきて、しかも別にスマホがあるわけじゃないから話すが入ってくるわけでもないですからね。いや、その真逆ですよ。シーンとし、音一つもしない、シーンとした状況 で私も高橋さんにだからどんな話をしたかも忘れてしまうんですよね、うん、でなんか同じ話を何度もしてしまった気がして、そうしまいにはあ、この話したかもしれないですって、あの前書きを言わないと話し出せなくなってきて、はいはいはい、それも高橋さんっていう方がまたできた人だから、あのもう一回した話で、前に聞いた話であってもさも初めて聞いたかのようにファーストリアクション取ってくれる、ファーストリアクション取ってくれる芸人さんみたいですねそれ何回も聞いてるくせに話してるうちにあ、しまった、この話多分もうしたよなと思い始めるんですよ。それもう止められないじゃないですか。なんかリアクション取ってくれてる高橋さん見てどう思うんですか、うん、その時、あ、しまった、申し訳ないみたいな感じですねうん、そっか、まあ人間がなんかあれです、宇宙飛行士さんみたいですね。まあそれはそうかもしれないです。うん、でも 怖くないんですか、その昭和基地はまだ大きいから、はいはいはい、まあまあいろんな設備あると思うんですけど、機械もあるし、そっから数十キロってことはなんか事故った場合に歩いていけないじゃないですか。はいはいはい、それは死じゃないですか。それはでもあの二重三重のやっぱりセキュリティがあって、はい、まず毎日朝と晩には定時更新、無線連絡するんですけども、はい、今日こういうことがありました、はい、あの現在2名、問題なく生活しておりますみたいな、必ず定時更新を入れて、小学地で無線で常につながっていて、うん、はいはいはい、あの何かあったらすぐ呼べるようになってます。どうやってこそ車で来るんですか。ですその時、夏の間は、ヘリコプターでしか来れないです、はい、冬の間でがっちり氷が張れば雪上車っていう雪の上を走る車で来れるんですけども、あ、冬のが行きやすい、逆に冬のが行きやすい、スノーモービルみたいな、はいはい、ただ私が行ったのは夏の間なんで、夏の間はもうあのヘリコプターでしか来れないんです。へえ、何食べてるんですか。その時はあれですよ、あの自衛隊のしらせって海上自衛隊の船なんで、海上自衛隊の方からいろいろ食料を提供してもらって、うん、だから本当にあの自衛隊の方が食べてるそのまんまの、うん、あのいろんな、まず食材、肉野菜、まあほとんど冷凍ですけど、冷凍の肉野菜とか、うん、はい、あとレトルトのカレーがあったり、それが缶ですね、うん、缶の本当自衛隊の方がそのまま食べてるの、色気のない、なんか野戦とかで食べるやつ、そう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 、エネルギーの塊みたいな、缶開けたらぎっしりご飯がもう詰まってるみたいな、はい、そういうのとか食べて、あ、うめえとか言って食べてましたけど、ほうほうほう、はい、いやなんかもう南極の話聞いてるだけでずっと聞いてられる、そうです、研究の話はしますけど、そうですね、はい、研究の話に戻ると、極地でペンギンを研究するのは気候温暖化とか、はい、まあ、自然の変化の影響をダイレクトに調べるのに役立つと、はい、今どんな変化起きてるんですか、ペンギン界では。まず
温暖化の話をすると、まずあの温暖化って今本当に地球上で大きな問題になっていて、はい、でまずです一番分かりやすいのは北極ですよね。北極っていうのは氷がどん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 減っていて、うん、あの北極グマが今どんどんあのなかなか普段は氷の上でアザラシを取ってたんだけども、その氷がなくなってきて、北極グマがアザラシを取れなくなってる。でどんどん痩せている。よくテレビ映像とかですごくガリガリに痩せた北極グマとか出てきますよね。ありますよね。はい。うんはい、であれは本当に事実なんですね。ああいうことが実際北極で起こっていて、でただ南極っていうとちょっと状況が違って、うんうん、まずあのここですね、30年ぐらいのデータを見ると、まず氷の張り出し具合ってあの人工衛星のデータで見るんですよね、うんではい、人工衛星の画像から氷のデータが取れるようになってきたのが、はい、ちょうど私と同じ年ぐらいの私も46歳なんですけど、それぐらいの頃から、はい、人工衛星の映像で氷の張り出し具合が分かるようになって、はい、そのデータをずーっと並べると、これまでは意外なところにですね、南極の氷ってのはじわ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 増えてきて、温暖化っていうと南極の氷がすごい減ってるってイメージがあるんですけども、実はその逆でじわ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 増えてきたんですよね。南極って氷増えてるんですか？ちょっと前まで増えてたんですよ。でもそれが変極点というか急に変わり目があって、はあ、それがちょうど私が最後 に南極に行った2016年17年あたりが本当に変極点で、はい、それまでは氷がじわじわ増えてたんだけども、はい、2016年17年ぐらいを境に急に減り始めたんですよ。ほう、なんでなんですか？ガツンと減って、はあ、そのなんで急に減り出したかっていうメカニズムまではちょっとよくわからないんですけども、とにかく私が行った最後に南極に行った2016年から2017年にかけてのシーズンは異常な年で、普通ですね、あの、まあ、私と研究しているペンギンはアデリーペンギンっていう種類で、あのアデリーペンギン、はい、白と黒のやつです、うん、白と黒のやつ、うん、はい、アデリーペンギン今写真出てます、ここに、はい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 、アデリーペンギンですね。でそれは、はい、普段ですね、昭和基地の近くにいるアデリーペンギンっていうのは、はい、あの岩が張り出して岩が露出したところに石を並べて巣を作るんですけども、うん、普段その前のその目の前の海っていうのは、うん、びっしりと白い氷に覆われてるんですよ、はい、びっしりもうどこまでも続くような真っ白な氷に覆われて、はい、普段はそこを氷の上を、あの子育てのシーズンになると、うん、まあ石を並べて巣を作って、うん、そこにペンギンのヒナがいて、うん、でお父さんペンギンとお母さんペンギンは交互に海に出て餌を取って氷の上をテコ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 歩いて、はあ、で氷の割れ目を探してそこでドボンドボンと飛び込んで、はい、それで魚とかオキアミを取ってで胃の中に入れてでまたトコ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 と歩いて戻ってきてヒナに与えるっていう、そういう生活パターンをしてるんですよ、うん、それがその私が最後に行った2016年17年にかけてのシーズンだけ異常な年で、それが結局変極点だったっていうのは後から分かって、はい、今になって分かったんですけど、はい、氷が一切なくなっていて、はい、普段真っ白に見える海がその時はもう青々としたチャプチャプとしたいわゆる海みたいな、本当はあの、はい、これ東京湾かなみたいな感じの、はいはいはい、本当に普通の海だったんですよ。普通の海で、うん、これすごいことになったぞと、うんうん、その時に行った私は思っていて、でこれはペンギンにとったらめちゃくちゃ大きな変化なんですね、うんうん、普段は氷の上をテコテコ歩いていくのにその歩く氷がないんですよ、うんうん、でどんなことが起こるのかなっていうふうに気になって、うん、その年のデータが大事なデータだから、でその時にペンギンにいろんな GPS の記録計をつけたりとか、うん、潜水深度を調べる記録計をつけたり、うん、あとはカメラをつけてペンギンが何食べてるのかって調べたり、うん、そういったいろんなデータを集めて、解析したんですけども、うん、それで面白いことが分かって、氷がなくなった年っていうのは、まあ普通に考えるとペンギンっていうのは、特にアデリーペンギンっていうのはものすごく氷に適応した種類で、ペンギンの中でもすごく寒い南極の奥の方にいる種類で、うん、氷に適応した種類なんですよ、はい、そういうペンギンが氷がなくなったら普通なんかピンチになりそうなイメージがあるじゃないですか、はいはいはい、ところが我々のデータ取ったデータによると、普段氷の上はテコテコ歩いて行動するのに、はい、目の前の海が氷がなくなって青々とした海になったら、
歩かずにそのままですね、あの巣を出たペンギンがジャポンと飛び込んで、はい、スッと泳いでくるんですよ、はい、で GPS をつけたらその行動範囲が氷のある年に比べてうわーっと広がっていて、泳いだ方が楽だ、泳いだ方が早くて楽なんですよ、はるかに遠くまで行っていて、はい、遠くまで行ってるにもかかわらず早く帰ってきて、はい、でそれはあの子供のための食べ物を、ヒナのための食べ物を取るための旅だから、うん、親鳥が早く帰ってくるっていうことは、うん、巣で待ってるヒナにとってはより頻繁に食べ物を持ってきてくれるってことで、ヒナにとってはめちゃくちゃありがたい状況ですね。ありがたい。太りそう。太りそうなんです。そしてあと重要なのが、普段は氷の隙間を探さないと潜れないんですよ。まあ、そうですね。でも青々として海が広がっているから、その年に限っては、うん、どこでも好きなところで潜って、はあ、ほんと自由に潜水をして、うんうんうん、で帰ってきて、はい、ヒナに餌を与えて食べ物を与えてたと、はい、でその後にデータを分析してみると、うん、まずですねその年は普通の氷ある年のデータと比べるとペンギンが丸々と太っていて、やっぱ太っちゃったんですか親鳥が太ってたんですよ。親鳥も太っちゃったんですね。見ては分かんない、分かんなかったですけど、親鳥の体重を測ると明らかに増えていて、普段ですね4キロを超えるペンギンってなかなかいないんですけど、親鳥ペンギンで、その年だけは4キロ超えのペンギンが結構たくさんいて、やばいですね、はい、うん、だけじゃなくてヒナの成長速度を測るんですね。ヒナが今最初はひよこみたいなのが生まれてどん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 大きくなっていくんですけども、そのヒナを、何日かに1回か、捕まえて体重を測るんですよね、うん、はい、そして1日に何グラム増えたっていう成長速度を調べると、その氷がなくなった年には成長速度が普段よりもずっと速くなっていて、そしてさらに一番こういう生態学というかこういう動物の生態で一番大事なのがその最終的な繁殖の結果ですね、はい、その年に何羽のヒナを残したか、ペンギンにとってみれば一つの巣から何羽の何羽のヒナが育ったか、うん、何羽のヒナっていうのはマックスが2なんですけど、卵2個を産むからマックスが2なんですけども、普段は2羽とも育たないでどんどん途中で死んでいくんですよ、うん、親鳥が十分な食べ物を持ってこれなくてだん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 弱っていったり、普段どんくらいですか生存率、それもその年によってすごく違うんですけども、はい、まあ半分以下にはなりますんで、ね、通常の年は1以下、生き残り率が、そうですね、そうですね、そうですね、普段の年はこうでもそれもね、その年によって本当に大きく違ってなかなか、うん、一概には言えない部分があるんですけど、とにかくその氷がなくなった年はかつてないぐらい、生まれたヒナはもう一番もほぼ一番も死なずに順調みたいな、順調にすくすく育って巣立っていったんですよ。でその巣立ち率、つまりその年に残した、ペンギン親あたりの子供の数っていうのは今までないぐらい多くって、だから分かったことっていうのはペンギンにとってその昭和基地エリアではっていうことですけども、アデリーペンギンにとって氷がなくなることはもうハッピーだと、いいことだと、いいことだと、うん、もう天の恵みですよ、はっきり言って。今まで氷が覆われてたのが、うん、氷がなくなって自由に行動できたんだから、よく考えたそうですよ、そうなんですよ、うん、でそれがでも全てのペンギンに対してそうって言ってるわけじゃなくて、やっぱりアデリーペンギンでももうちょっと緯度の低いもうちょっと暖かいところにいるのとか、場所によって氷の張り方が違って、うんうん、まあ今回言えるのは普段昭和基地の周りみたいにがっちりと氷が張ったエリアだからこうっていう、まあ、地域限定の発見ではあるんですけども、うんうん、でもそれが面白いのはなんか温暖化っていうと全て動物にとって悪だみたいな、そう、うん、悪影響を及ぼす、特にペンギンなんていう魚、ね、ペンギンなんていう氷に適応した種類で氷がなくなったらそれは致命的になると思っちゃうんですけど、うん、実際違うのは真逆なんですよ。氷がなくなったらもう天の恵みって感じでブクブク太ってペンギンがよっしゃって、うん、よっしゃみたいな、そうなんですよ。それ斉藤光平さんに言った方がいいですよ、それ。なるほど、そうですね、うんうん、ただあれですよね、地球規模のなんか食物連鎖的な全生態系で見ると、じゃあペンギン増えすぎたら今度食われる魚が減っちゃってみたいな、そうです、そうです、バランスが壊れちゃう、そうです、それは別に、はい、だから全てのペンギンにとって温暖化が
もういいことみたいな そういうことを言うつもりはなくって、その本当にケースバイケースってことですね、うん、本当にケースバイケースで、例えばその今回の私の今お話ししたペンギンのケースだと、確かにペンギンがその年氷がなくなった年が増えてたんですけども、うん、そうすると普段はですね弱ったペンギンを狙ってる盗賊カモメっていうのが巣の近くにうろうろ、うん、うろうろというか飛んだりしていて、うん、弱ったペンギンをさーっとさらってって食べる、丸飲みしちゃうんですよ。大人もですか、子供、子供、あ、子供、あ、すみません、子供のペンギンです。ヒナ、ヒナ、ヒナとか、はいはい、生まれた卵とか弱ったヒナとかをさっとさらって食べちゃうんですけども、その年に限っては死んだヒナがほとんどいなかったってことは、逆に考えれば盗賊カモメにとったら大ピンチですよね。もう食べれるものがない。だからそういう、はい、あのこっち側見ればいい面、こっち側でも逆を見るとまた違った映画見えてくるっていう、うん、そういうあの微妙なバランスの上に成り立ってんだなっていうことがですね、なんか身をもって経験できました。今の話聞きますと、まあ、ちょっと人間はあれですけど、結局温暖化とかって、まあ、その生物界でリバランスが起こるだけに聞こえるんですよね。アデリペンギンのそこに住んでるやつには良くて、もうちょっと暖かい住んでるアデリペンギンちゃんには不利で、盗賊カモにとっては不利で、盗賊カモに食われてた他の生き物にとっては有利でみたいな、ただ単にリバランスが起きるだけっていうことですか。そうです、そうです、うん、あの本当にやっぱりあの、まあ、あの大まかに言えばやっぱりその一つの種にとってやっぱり当たり前っちゃ当たり前なことなんですよ。適度な量っていうのが、適度な気候ですね、うんうん、こういうカーブで言ったらこのあの適度な気候っていうのがあって、それよりも暖かくなりすぎてもいけない、それよりも寒すぎても、うん、寒くなりすぎてもいけない、うん、適度な気候っていうのがあって、うん、その範囲の中で割、うん、範囲の中でも割と寒いところに住んでるペンギンと、うん、割と暖かいところにペンギンっていうのがいて、うんうん、はい、で一番ピンチなのは温暖化が起こるってことは、もともと暖かいところにいるペンギンがさらに暖かくなるとそれは一気にピンチになるんだけど、あの体が耐えられなくなっちゃう、体が耐えられなくなっちゃう、はい、でももともと寒いところに耐え忍ぶように生きてるやつだったら、そこが暖かくなればむしろ快適になる。だから温暖化にって言っても、まあ、例えば北海道の人と沖縄の人だったら影響が違うっていうことと同じことで、うんうん、動物ともやた一口でこうって言えなくって、うん、本当にこう幅があるっていうことですね。うん、なるほど。でもあのそこら辺は分かりましたと。でちょっと気になってたのが、2016年までその南極の氷増えてたっていうのはどういうことなんですか。それはですね、一般のイメージと違いますよね。はいはいはい。ただそれも南極っていうのは非常に巨大な大陸なんで、はい、一概にそれも地域差がすごく大きくって、それ次第に増えてたっていうのは全南極の全部を平均するとじわじわ増えてたって言えるんですけども、うん、でもそうじゃなくて部分的には氷が減ってるエリアもあって、うんうん、それがあの南極半島っていう場所があって、南極大陸の中でちょっと張り出した場所があって、はいはいはい、そこは2016年からも前にもすでに温暖化で強い影響を受けてるって言われてて、そこは本当に確かに氷が減っていろんな生態系の変化が起こってたんですけど、というか、まあ、南極って一言で言えないぐらい、まあ、大きな大陸ってことですね。そこではなんで増えてたんですか。何が全体で平均すると、はい、こう、まあ、あの南極半島減ったと、はいはいはい、で全体で平均するとまあ増えてたと、はいはい、これ なんで増えるんですか。暖かくなるの。だ、暖かくなってなかったということです。あ、はい、あ2016年まで暖かくなってなかったんですか。なってなかったです。それも場所によりますよ。南極半島エリア確かに暖かくなっていた。でも、はい、例えば昭和基地周辺の気候のデータをバーッと見ると、最近だから2016年以降は私知らないんですけど、それまでは少なくとも温暖化の傾向なんか、傾向っていうのは計測されてなかったです。あれ地球規模でなんかこう、はい、プラス何度になっちゃってるとかよく言うじゃないですか。はいはいはい、それはなってるはなってるんですね、地球規模だと。それ特に温暖化が顕著だったのは北極の方なんですね、はい、北極の方。なんで北極だけなんですか。南極はそのメカニズムまではわからないですね。北極の方がそういうふうになってて、南極の方はそんなそうではなかったんです。南極ってか南半球ってことですか。南半球です。南極はなってないですか。はいはいはい。だから温暖化だからそんな、うん、やっぱり気候ってそのいろんな複雑な要素が絡んで、海の流れと空気の流れと海流とか、はい、いろんな要素が絡み合ってね、そんな一言でこうだからこうってなかなか言えないんじゃないかなと思います。そっか、なんか、まあ、そういうの聞くとイメージと違うから面白いなと思いますけど、そっ
こっちな南半球の人温暖化になっても困ってないんですか今。だからそれは南極に限った、私が知る南極に限った話なんで、うん、またエリアが違うとまた違うっていうことですね。なんで渡辺さんはそもそも今の話聞いてもかなりこう楽しそうにお話になりますし、まあ、僕も聞いて楽しいですけど、なんでそもそもペンギン研究しようと思ったそもそもなんで生物学を勉強しようと思ったかとか。あまずあのペンギンの研究をした理由は、はい、すごい身も蓋もない言い方なんですけど、はい、国立極地研究所に職を得たからですね。だからそれまでは、はいはい、それまではあの、そのまでは僕が岩手にいてマンボウの、マンボウの研究をしてたんですね。マンボウもちょっといろいろ知りたいですよね。まあ、そういう変な動物が好きでマンボウの研究をしてたんですけど、うん、まあその国立極地研究所の助教として採用してもらうことになって、うん、極地研究所にまあ就職するからには、まあ、ペンギンの研究をするんだろうなと、まあ、もう予想はできて、うん、その時には正直あんまりまあ興味がなくて、私鳥自体は好きだった、鳥自体は好きで、うん、でも鳥の魅力ってやっぱ空飛ぶことじゃないですか、はい、飛べないバサッですかね、うんうん、鳥は鳥でも飛べない鳥かよとか思って、うん、ペンギンかとか思って、その時は本当にですねあんまりまあ関心はなかったけども、まあ、与えられた仕事としてやるって感じで初めて南極行ったんですけど、それでまあ行ってみるとやっぱりペンギンは結構可愛いし動きも面白いから、まあ一気に好きになって、そしてまあこうやってデータを眺めるのも楽しくて、それで結構ペンギンの研究は熱心にやってました。いやちょっとなんかいろいろ聞きたくなっちゃいます。やっぱその渡辺さんの話聞いてると、そもそもでマンボウってやっぱ気になるじゃないですか。日本近海にいるし、はい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 、たまに網に漁業の網にかかるけど、はい、謎だし、はい、まあ、嘘って説あるけど3億個卵を産むとか、あ、はいはいはい、めちゃくちゃいろんな都市伝説あるじゃないですか。ありますあります。でしかも泳いでんのか泳いでないのかよく分かんないじゃないですか。はいはいはい、何なんですかマンボウって。マンボウはですね、超でっかい魚ですよね。昔の、はい、うん、超でかい魚なんですけど、はい、まずあれなんででかいのかっていうと、私の考えでは水分含量がめちゃくちゃ多いんですよ。で筋肉、マンボウって例えば岩手なんかではあのスーパーに売ってるんですよ。肉が、刺身で食うんでしたっけ。刺身食えるんですけど、すごい肉がすごいめちゃくちゃ変わった肉で、はい、包丁いらないんですよ。手でサーッと裂けるんですよ。え、魚肉が、魚肉が。へえ。あのスーパーで売ってるパックされてる肉もちょっと斜めにするともう水が出て、水が溜まってきちゃうんですね、はい、だから塩焼きとかできないんですよ。塩焼きしようと思っても焼いても要するに水分がどん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 出てくるから、はい、うまく焼けなくて、刺身でしか食うし、刺身でしか食えない。マンボウって刺身しか食えない。そんな変わった肉で、それだけじゃなくってマンボウの体の、 あの皮膚の下に分厚いゼラチンみたいな層があって、で、はい、真っ白な、ちょうどナタデココみたいな感じの層が、それも全て水なん、ほとんど水なんですよね、はい、で水分含量がとにかくやたら大きな魚で、はい、だからあれはあれっていうのはマンボウは本当にまあ半分クラゲみたいな感じですか。とにかく水分をたくさん蓄えることによって体を巨大化して、うん、それで天敵に食われないように巨大化する方に適応したような種類じゃないかっていうのは私の考えで、ちょっとね、あの、あ、ビビらせるってことで動き遅いじゃないですか。はい、あ、動きはですね、うん、そこまで遅くないんですよ。あの、はい、私がですね、あのバイオロギングでマンボウのに、この速度を測る、遊泳速度を測る機械をつけて話した、はい、泳がしたことがあって、そうすると、まあ時速で言ったら何キロぐらいな感じ で、うん、で例えばあのサケって速いイメージがありますけど、はい、サケともそんなに変わらないぐらいの、だからマンボウって決して遅いわけじゃなくて、結構見てるもうガシガシ泳ぐんですよ。昔はプランクトンだなんて言われてたんですけど、はい、そんなことはない、あのガシガシ泳ぎます。あ、そうか、マンボウってガシガシ泳ぐんですか。はい、泳ぎます、はい、それもバイオロギングやったから分かった感じですね。そうですそうです。そのあのヒレの背びれと尻びれがあるんですね。あれを上下のヒレ、あれをガシガシガシって泳ぎます、うん、うまいんですかマンボウって。マンボウは私があの、調査してる時にも毎日こう解体してて、そうそう大量の肉が出るんですよ、ね、もったいないですもんね。もでちょっと食べるんですが、私はちょっとあまあちょっとでいいかと、そうそう地元の人が、地元のおっちゃんとかが様子見に来て、はいはい、それはたくさん醤油がいりそうだなとかニコニコしてるんです。ああじゃあ持ってくださいって言うと、
あいいのもらっていいのとか言って、あいいですいいですって、このバケット青いバケツにいっぱいグーチャッグーチャッて入れて、こんなとても食えないよと思いながら、そのおじさんに渡すともう嬉しそうに持って帰ってくれて、味何言ってるんですか。味は西オンデンザメ、それが地球上で一番冷たいところにいるサメなんですよ。成長を調べた論文があって、はい、メスが大人になるまで、性成熟するまでに150年かかるっていう推定結果があって、はい、で最大で体長5メーターぐらいになるんですけども、はい、その5メーターぐらいの個体の推定年齢が我々こう生物学者じゃない人が学ぶことってどんな意味があるんですか。